おいおい、こいつはすげえな。オタク、これが何なのか知ってたりする？だよな、さすがにこんなわけわかんねえ現象見たことねえよな。けどさ、これなんとなく中に入れる感じしね。こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ、まとめて逮捕すっぞ。あ、ちなんかやかましいのが出てきちまったな。現場保存は捜査の鉄則だこら。そいつを乱す輩はこの伊達真紀子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかるとするか。ほらそこ、動くなってんのが分かんねえのか。あ、お前どっかで見たことあんな。確かなんとかっつーハッカーチームの。やっべ、おい走るぞ。待てこら！どうやら逃げ道はここしかねえみたいだな。ま、物は試しってやつさ。リアルなのか。どうなってんだ、異常すぎるだろこれ。まるで2つの世界が交差してるみてえだわっけわかんねえ。俺の頭がおかしくなったってわけじゃないよな。けどまあさすがに警察もここまでは追ってこねえだろう。鬼が出るか蛇が出るか、ま、何かが出てから考えようぜ。
どうかしたか？いや、さっきからずっと黙りこくってるよな。あ？事務所に状況を報告したい？つか何？事務所って。あ？勤め先の探偵事務所？電脳探偵になったエヘンプイ？エヘンプイ？じゃなくて電脳探偵？電脳の探偵？マジかよ。すげえな、おい。なんかよくわかんないけど、とにかくすげえな。やっぱオタク斜め上すぎだわ。いや、褒めてねえし。ま、とりあえず通信は諦めるんだな。俺もさっきから試してるけど、ここに入ってからネットとつながる気配ゼロだ。デジタルウェーブの状態が不安定なんだろうな。まさかデジタルウェーブの説明を俺にさせようってんじゃねえよな。後で検索しろ、検索。んなことよりさ、さっきの電脳探偵の話、もうちょい詳しく聞きてんだけど。いや、誤解すんなよ。別に面白そうだとかやってみてとかそういうんじゃねえから。純粋な知的好奇心だよ。ただの興味本位だって変だろ。電脳探偵どんな設定だよ。コミックでしか見たことねえよ。いいよもう。ほんと別に興味ねえから。やっぱ気になる、気になるわ。さあ、聞かせてもらうぞ。電脳探偵ってのはどんなだ？今までどんな事件を解決した？てか、ボスはどんなやつなんだ？洗いざらい。これはこの間のクーロンの時と同じ。どうした？おい、勘弁しろよ。ふざけてんじゃねえぞ、こんな時に。何？幽霊がいた？エデンで噂になってる白い少年の幽霊？クーロンでも見た？本当か？担ごうとしてんじゃねえだろうな。いや、オタクに限ってそりゃねえか。相当の人よしだってバレバレだしよ。それに変なもんが見えたのは確かだ。はっきり見えてるようで何も見えない。頭ん中を探られたような、何かを押し込まれたような。すげえ気持ち悪い、もどかしい。思い出せそうで思い出せない。あれは一体何だ？何の意味がある？だよな。まあそいつも進みはわかるかもしれねえよな。行こうぜ。おい、気づいているか？オタク、それでも探偵かよ。デジモンか幽霊か、あのお姉さんか、正体はわかんねえけどな。誰だ？こそこそしてねえで、こっち来い！おや、気づかれてしまいましたね。
いやこんにちは、こんにちは。おっと、そう見守らないでください。私は決して怪しいものではありません。あんたと私はスウェードをアケリと申します。上城エンタープライズの研究者でして、この奇妙な現象を目下実地調査中です。一人でか？私一人でです。いくら解明できそうな専門家が私しかいないとはいえ、助手くらいはつけてほしいものです。まったくひどい会社とは。なんで俺たちを尾行してたんだ？いや、私より先に人間がいるとは思わなかったもので、少し様子を見させていただいたのです。不快な思いをさせてしまいました。それは申し訳ありません。謝罪します。いや、ま、別にいいけど。でも謝罪する気があるなら分かってること教えてよ。俺たちもこれが何か知りてえし。いやそう言われると断れませんね。くれぐれも他言は無用ということでお願いできますか？ああ分かってるな。あそうだろ。よろしい、それではお話しいたしましょう。ただこれからするお話はあくまでも私が調査の過程から導き出した機能的推論、決して結論ではございませんのでご注意を。それではまずこの空間のことからお話ししましょう。現象の内部であるこの空間、ここには特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。ご存知ですよね、デジタルウェーブ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。素晴らしい、教科書通りのご回答です。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界ということになる。極めて簡潔かつ端的に表現しますと、現実世界が電脳空間化してしまっているのですよ。そのためここではあらゆるものがデータ化してしまう。人間の心理さえ飛躍しすぎじゃないの？否定はしませんよ。同業者からも私はたびたび異端視されていますからね。かの偉人ニコラ・テスラに例えられたこともある。まあこれについては恐れ多いので過剰な賛美として真に受けないようにしています。それはともかくご覧なさい、この内部構造の異常な造形や不条理さはまさに人間が持つ記憶やイメージなどのデータがデジタイズしたものだと直感しませんか？それらが現実と融合し、この複雑怪奇な空間を生み出した。私の推測が以上です。一つ君たちにも質問させてください。君たちはイーターと遭遇したことがありますか？イーター？なんだそりゃ。食らうもの、侵食するものという意味で、私はイーターと呼んでいます。ひょっとしてあの白黒のオウムガイみたいな気味悪いプログラムのことか？まさしく。いや、イーターと遭遇して無事とは、君たちは強運の持ち主ですね。というのもイーターに捕食されるとあらゆるデータは侵食されバグ化してしまうのですよ。バグ化するとどうなっちまうんだ？構造もアルゴリズムも無秩序なデータになってしまう。まさにバグです。しかも一度バグ化されたデータはもう元には戻らない。やはや恐ろしい、本当に恐ろしいですよ。食われたが最後ってわけかと考えられていますが、ね、私はそうは思いません。は？
あらゆるデータは復元する方法が必ず存在する。かつてあったものがなくなるなど非論理的です。形而上的な意味ではなく、ことデジタルにおいては事象としてあってはならない。ならばバグについてもしかりです。故に私はイーターそのものの研究を進めている。おっさん暴走すんなって。確認すっけど、上白はそのイーターってのを知ってるんだ。そいつがヤバいってことも。いやもちろんですが、私がこれこのように研究を。ちっ、やっぱ知ってたんだな。人間のやつらすっとぼけやがって。まあサービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報もいろいろありまして。まったくひどい会社ですよね。この際だ、他にも聞きてんだけど。私に答えられることでしたら何でも。しかしその前に、君たち見たところハッカーですよね。デジモンキャプチャーもお持ちで、それに立派なデジモンプログラムも。だったら何？ズバリこの現象内部に巣くっているであろうイーターを排除していただきたい。ここにもいるってのか。先ほど妙な映像を見ませんでしたか？あるいは白い少年の幽霊。あれらはイーターの存在を示す、いわば前兆のようなものです。イーターの存在がデジタルウェーブに影響し誘発させている。私はこうも考えています。この現象こそがイーターの影響によるものではないかと。であれば元凶を断つことで現象は消滅するはずと、この推論を裏付けるために君たちの力をお借りしたいわけです。はい。あんたあれの研究してるんだったら、潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか捕獲して中に閉じ込めたりできる。妙に具体的ですね。いや、現在のところイーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当です。あのプログラムにはバニカへの耐性があります。やすやすとは侵食を受けるでしょう。だな。スエドさん、あんたを信じたわけじゃないが、あれを排除しろってんなら俺たちも望むところだ。いや素晴らしい。ではよろしくお願いします。そんじゃな、リベンジと行くか。でとっととまともな世界へ戻ろうぜ。ここにいるとそのうち頭が変になっちまいそうだ。いや私はここで待機していますので、他に質問などあればどうぞお気軽に。まともな世界ですか？それは一体どこにあるのでしょうかね。大したことなかったな。Yeah.
終わったか。お疲れさん。終わったか。お疲れさん。